今回は7日間連続の動画配信ということで今回3日目ということでお話をしてみたいと思います、えー、と今回はですねブリーフシステムを具体的に書き換えていくということですねえー、とすことまに書くやと自分の中に眠った能力を引き出すということで、えー、お話をしてみたいと思います、えー、まあすことまの概念は皆さんもすでに理解されていると思うんですけれども、まあ、自分自身が重要だと思った情報だけは脳に届きそしてそれ以外のところを ですね、まず重要なところをロックオンするとそのロックオンした情報だけは脳に届き、えー、それ以外のロックアウトされた情報が脳に届かないで認識できなくなってしまうというそのロックアウトされて認識できない、えー、領域をすことまね。これはも、えー、ともと眼科用語で、えー、眼球の,この視神経がこう集まっているところで光を感じることができないまさに、えー、盲点ですよね。 そのことをギリシャ語で「えーまあ、スコトマというとでそれを、えー、とルータイスはですね心理学的にもスコトマだということで心理学的にも我々は重要な情報にロックオンするとそれ以外のものがまさにこう認識できなくなるという。 えー、心理的盲点があるんですよということで、えー、その用語を使うようになってきて、まあ、我々もすでに「スコトマといったらその心理的盲点だということは分かった上で使ってますけれどもいま、えー、一度そこは確認しておいてくださいということですね。で我々がまあ前回の話からつな、えー、がってくるところですけどブリーフシステムの中で、まあ、我々自分自身のことを、まあ、このレベルだよねってこう制限をかけている無意識で何、まあ、て言うんでしょう鎖を で縛られた状態を作ってるっていうことですよねそれを外していくためにはまず自分自身の中には自分の中の、えー、隠れてるもう認識できていない今この瞬間にはまだ、えー、能力あるとは認識できていないスコトマに隠れた能力を引き出すことが重要ですよということですねで我々はあの本来天才的な能力を持って生まれてきているわけであっていろんな領域でそれが開花できるんだけれども全部こう抑え 混んででしまってるる可能性があるわけですよねもちろんそれは天才性を発揮してって、えー、大活躍している人の中にいっぱいいるけれども、まあ、そういう環境に身を置くとですねもう天才性がバッとこう発揮できるような開花できるような状況を作り出すことができるわけですけれども、まあ、多くの場合は学校教育の弊害なのかなと思うんですけれども、えー、と学校でテストをで点数つけられてクラスで何番目真ん中ぐらいだったら真ん中ぐらいの、えー まあ進学の,その学校を選ぶ大学を選ぶそして真ん中ぐらいの成績で、えー、と社会に出ても、まあ、大体中くらいの、えー、レベルの人生を歩んでいくんだろうなというふうに思い込まされてるわけですねでそれを外していくためにもまさに自分の中にある、ね、天才的な眠った能力があるってことをそ,、まあ、それが実は認識できていないすこと間に隠れてるだけだということをいま一度再確認してみてくださいということですじゃあどうやって引き出すかですね まあこれはもう結論から言うと「w a n t o の力で引き出すということなんですけれども徹底的にやややりりりたたいいいこここととととをを見つけけててそし続るうですね誰が止めてもやり続けるということでその w a n t o の力で、えー、ま、まあ、マインドの中の脳の中のクリエイティビティがどん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 発揮されてきて能力が引き出されるということが起きてくると。まあ、これは、えー ともういろんなところでこう言われていることなので皆さんも理解していると思うんですけども徹底的にやりたいことはやり続けることでポイントとしてはですねうん深掘りですよね抽象度高い視点を取りつつ徹底的に深掘っていくということですよねじゃやりたいことをやれば天才的な能力が発揮されるのかとじゃあ子供がゲームにこう没頭しているの中で えー、そんななに能力が発揮されてるとは思えないっていいると思えっうねそういう反論が <laughs> 出てくるかもしれませんけれども例えばその深掘りで言うと徹底的にそのゲームをやり続けるとやり続けてもう何とかこうあのうまくなっていくってことですよね。でゲームの中のそのストーリー展開とかロールプレイングゲームであればこういう展開の中でこういうふうにやっていけばというようなことがどん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 分かってきてうまくなっていくで。やり続けることによってその ゲームの面白みにもこう自分で、えー、判断できるのでここは面白いけどここはもう少し工夫すればいいんじゃないかなと工夫できるんじゃないかなっていうところにも気がつくような視点が取り込まれてくるわけですよね。ということでそのワ、まあ、ントゥーでやり続けるということの一つの視点でこの深掘っていくという、えー、ことでいうとゲームに没頭する例えばの例でいうとゲームに没頭していくのであれば徹底的にゲームをやり続けることによって 抽象度を高めて抽象度高い人ももちろん必要なわけですけれども、えー、自分がゲームの開発者であればどんなゲームを作るかなっていうのを常にどっかで考えるその視点で好きなゲームをやり続けるということで、えー、とゲームの開発者になるという道が切り開かれるとかあとはもう単純にあのゲームが上手くなっていけばオンラインゲームで勝っていけばですねそれだけ、えー となんてでしょうこう世界的にも有名になってきてでそれをいろんなネット上でこう情報発信することによって多くの人が喜んでくれてとかっていうこともできるわけですよねいろんなことがこう発,発想としては広がってくるわけですけども徹底的にやり続けるそれがその深掘りをすることによって。 知識とかノウハウが自分の中にどんどんゲシュタルトとして統合されて、それが例えば人に伝えたら、えー、価値があるものに変わってきたりとか、例えばゲームであればゲームを作る側、えー、制作者側の視点が取り込まれる瞬間に実はその道が切り開かれたりとか、そういうことが起きてくるわけですね。これは皆さんの WANT TO の領域はどこにあるかによって、その深掘りのこの感覚、 それぞれあると思うんですけれどもそれを今の話から応用を聞かせて聞いていただきたいんですけれども、まあ、たまたま今ゲームの話をしてますけど別な領域でも徹底的に深掘りすることによって価値を生み出すことができるということですよね。だだから自、えーまあ、自分自身がもも、うででやややりりり続続続けけけける、やり続ける、るるはは、あんど実 えー、そこまでやってる人はなかなかいないとそういうレベルになってくると実は価値を、えー、そ,のその考え方とかそのノウハウとかをまとめて発信情報発信するだけで実は価値を生むそこにつこながってくる場合も当然ながら出てくるわけであってそういう形でとにかくやりたいことを徹底的にやり続けると誰が止めてもやり続けるというぐらいなことをやり、えー、進めていくとですね、えー、徹底的にこうクリエイティビティが高まってきて 能力が引き出されるとということまずそれを、えー、ぜひやってみていただきたいなと思います。ワークとしてはですね、えー、何でもいいんですねこれはあのゴールを設定するという話はまた次回、えー、しっかりとしたいと思うので今回はですねとにかくワントゥーの感覚自分の中にあるワントゥーの感覚に向き合っていただきたいので。 えとこれはアウトトプットする必要ありません、えー。やっていただくワークとして紹介しますけどアウトプットする必要はないので、えー、実際アウトプットするというのはまたあの最後にお伝えしますけれどもここでやっていただきたいワークというのはとにかく、うん、人生において、えー、やってみたいことやりたいことを100個書いてみてください書き出してみる、うん、誰にも見せる必要はありません逆に誰にも見せない方がいいですよね。 でも人生、まあ、自分の人生ではこれやってみたいってことをとにかく100個書き出してみると自分自身も実はこれコーチングに出会う前にやったことがあるんですけれどもそのままコーチングを学んで、まあ、ルー・タイストともよい茶から直接学ぶことによってですねその、えー、やりたいことを100個リストっていうのをそのままゴー,ゴールとして全部こう見直した経緯があるんですけれども。 えっとその100個のやりたいこと。リストはえっ、ー、と。実はコーチングの理論でえっ、ー、とゴール設定することによって次、次から次へと実は達成していったというあの経験があります、えー。皆さんもですね。まずはこのゴールというと、いろんなこう、えー、気をつけなきゃいけない。あの点があるんですけど、それはまたあのこの、えー、動画シリーズの中で、えー、次回。 以降で,ですねお話をしっかりとしていきますけれども今回はですねとにかくやりたいこと自分のワントゥーに向かい合ってみる自分のその内面にあるやりたいことやりたいことって何ですかってなかなか実はあのもう自分に対してこう問いかける瞬間すらもなくなってるそういうあの社会になっちゃってると思うんですね。特に大人になって社会人になるとですねやりたいことではなく逆に言うとやらねばならぬことあの仕事だからやんなきゃとか。 そういう義務感とかですね、ハフトゥの中に身を置いてしまうという感覚になる、まあ、そういう方が多いんじゃないかなと思います。自分自身も実はコーチングを学ぶ以前はそんな感覚があったんですね。もうハフトゥーだらけと言ったらあのなんかもう言い過ぎ方ぐらいな感じなんですけど、実際そんな感覚にありました。も、まあ、仕事自体はあの嫌いじゃなかったんですけど、結構ハフトゥーなことばっかりあのやってたなと、でもそれが当たり前だと思ったんですよね。それがあの大人じゃんと <laughs>。 あの給料は我慢料だもんねと本音で思ってたんですねそういうことを言ってる著名な方もたくさんいたしいやそれはそうだという風に思ってハプトゥーで、ね、我慢するから給料もらえるんだっていうふうに本気になって思っててまあ、それに対して疑いの余地もなかったんですねところが友達博士ルータイスに出会って いやもう24時間36 5日ウォントゥーであるからこそパフォーマンスが発揮できると本来のパフォーマンスが発揮できるし、えー、24時間365日ウォントゥーっていうのはすごく重要なんだとハプトゥーなんかも1個もなくていいんだぞと自分の能力をとにかく引き出すためにウォントゥーのことをずっとやり続けるんだっていうことを言うわけですよでえわ、ー、かりましたっていうふうに答えたものの振り返ってみると結構ウォントゥーのことを じゃない、ハフトゥーのことばっかりやってる自分に気づくんですけれども、まあ、それがしばらくですねあの切り替えることが100%ワントゥーっていうのがなかなか切り替えることができずに、えー、まああるタイミングで100%ワントゥーにしたんですけれどもなかなかその根っこにあるもう疑いようもないまさにブリーフシステムですよね。仕事大人はハフトゥーがあって当然みたいな。 何が悪いのそれが普通でしょっていうぐらいな <laughs> 自分の中の信念がもうドカーンとこうあぐらをかいてる状態だったんですそれを、えー、理屈で分かって理論として分かった上でそれを変えていく変えていくってことかなり時間があのかかったかもしれません自分なりに <laughs> あの。1年以上はかかったと思うんですよもう少しかかったかもしれないですけど、えー、初めてルート友達博士のダブル講演会を聞いてからおそらく1年以上はかかってますね。 えー、それくらい自分の中では手強いワ <laughs> フトゥーというマインドだったんですけれども今はもちろん100%ボントゥーでやってますけれども、えー、そのワントゥーであることがとても重要なんですねでこのコーチング理論もただ学んで理屈を知ってるだけ理論を知ってるだけではなく実際ボントゥー100%をやるっていうことですねそのためにはそもそも自分が何がボントゥーなのか知らなきゃいけないわけであってそれをぜひこのワークでやっていただきたいですね。100個 えー、やりたいことをあの考えてみていただきたいと思います、まあ、人生においてっていうと少し重たく感じるかもしれませんけど、えー、皆さんの中に年齢性別関係なくまだまだあの時間はたっぷりあるとでも時間はたっぷりあるけども実は有限なな時間でであることも確かなんですよね必ず生命体としては最後はなくなっていくわけですからという意味で有限な、えー、生命時間の中で人生の中で 何をやっっててみたいのっていのうことを自分に問いいいいかかけてみてみたたただききですすよよね。ね。行とところとかありますよ、ね、自分もたくさんあるんですけどまだあの行ってないところで行きたいところいっぱいあるんですけどそういうところも入れてもいいですあとはもしかしたら食べたいものもあるかもしれないもう抽象度が低いんですけど、まあ、それでもいいんですもうとにかく自分のこう煩悩に向き合ってみる Want to って何だろうってことを向き合ってみてその上で。 え次回以降そのゴール設定としてどのようにその自分に働きかけをするかそのゴール設定としてそのワントゥーの中からどのような形で抜き出していくかってことをやりますのでまずはワントゥーの感覚を、えー、作っていただきたいと思います。ということで、えー、と人生における人生においてですね、えー、100個のやりたいことを書き出してみるもちろん100個見つかった方は200個目指していただいてもいいですけどまずはだから100個を考えてみることですね。 食食べべたたいいいいものを食べてみる、会会いい人に会いに行くとか,、ね、なんかこうやりたいことをやってみるとか経験したいことはこういうことをやってみたいんだっていうことをどんどん書いてみるそのくらいのことをまずやって自分が一体何に興味があるのかっていうのをあの自分の中でこう問いかけてみていただきたいですよね。自分の中ににいいいる本音に向きき合っててみたただきたいなと。人に見せる必要は全くないので逆に人に見せない方がいいのでその,そのリストは人に絶対見せないと。 その感覚で、えー、っと自分に向き合って書いてみていただきたいと思います。で、まあ、ブリーフシステムを書き換えていくために、えー、っとまずは自分に自身にこう、しっかりとこう向き合ってみる、そして、ワントゥーの感覚で自分の能力を引き出すきっかけを作っていただきたいというのが今回の、えーっとまあ、目的というかですね、その動画の中での,そのお話になりますので、まずこれやっていただくということですね。で、えー、っとこのセルフイメージが固定化されてしまってるんですね。 いや他者から見た周りの人から見た自分のイメージ通りに自分は生活してると思ってくださいそれがまさにあの固定化された線の見えなない鎖となってるわけですねそれを解放していくわけですから一旦こう他者の目線とかちょっとこうこうイメージの中であの覗いてみていただきたいですね。ないようにしていくというかなかなかこれも、えー、無意識に張り付いてるものなんで。 えーっとこうなかなかこうできませんという方もいらっしゃるかもしれませんけど是非そこはチャレンジしていただきたいんですけれどもえ他人から見られているイメージに合わせた自分のセルフイメージになっている可能性が非常に高くてでそれを外していくということは自分の中にある自分の眠った能力が引き出された自分というのは自分自身も認識できていないすこと間に隠れた自分ですよね。 もう一つ実はすこト間があって他者から自分の周りにいる人からも自分の中に自分自身ですよね自分自身が能力が開花した時に出てくる姿っていうのは周りの人も気づいてないですよ認識できてないから。っていうことは周りの人の中にある自分を知ってる周りの人の中にある自分のイメージそこもすこト間に隠れてるわけですね。それを引き出すことによって周りの人はびっくりしちゃうっていうことも今後ももちろん起きてくるわけですね。 そうすると引き戻す力が働いていやそんなそんなあなたはそんな君は自分が知ってるあなたじゃないよ元の位置に戻っておいでっていうことでこれで引き下げてくるというそれがドリームキラー化してくるんですよという、まあ、前回のドリームキラーの話をしましたけどそういうことですねからくりとして。自分の中にある自分が大活躍したイメージはすこと間に隠れて見えない能力がたっぷりあるんだけど開花しないできないというのはすこと間に隠れてるだけ。 で他者から見ても自分が大活躍していろんなところで能力を発揮している自分っていうのはすことに隠れて周りの人もそういう認識はないと、ね、このすことも外していく作業であるということだからまあ,あの次回以降、えー、っとゴール設定したりあとはエフィカシーを高めるさまざまなワークをやっていただいたりするわけですけれどもまずはですね自分の中にある眠った能力がたっぷりあると天才的な能力がたっぷりあるということを確信した上でそれをどうやって引き出すかまずは 1> 第1ステップとしてントゥーに向き合うですね自分の中のこう自分に向き合って自分の「ワントゥ」って何だろう何がやりたいんだろうそういうところに実際向き合ってみていただきたいなと思いますそうすることによって自分のセルフイメージが変わるセーフイメージが変わればコンフォートゾーンが変わるわけですねで高いパフォーマンスを発揮するコンフォートゾーンに移行しそして実際高いパフォーマンスを発揮するということですよね。 パフォーマンスはコンフォートゾーンが決めでそしてコンフォートゾーンを決めるのは実はセルフイメージなんですねでそのセルフイメージに制限をかけているのは実はブリーフシステムなんですよということですねでここを変えていくためにワントゥーにもう一回根っこの部分から見直してみましょうというそういうワークになりますのでぜひやってみていただければと思いますあの繰り返しになりますけどもあの下のコメント欄には書かなくていいですその100個のやりたいこと で書いていただきたいワークはあの、まあ、毎回これはお伝えしている通り、えー、今回の動画を見て、えー、3日目の動画を見て感想を書いていただいてもいいし新しい学びとか新しい気づきにロックオンしていただいていると思うのでその新しい学び新しい気づきについて書いていただくそして未来に向けて何かこうやりたくなったことを、えー、コメント書きしていただければと思いますあの繰り返しになりますけど100個のやりたいことを書き出すワークは ご自身でやってください。ノートを使ったり、あの iPhone とかですね、スマホにかっあのスマホに書き込むことでもいいと思います。えー、そこはもう自由には任せします。その部分は、えー、っとコメント書きには書く必要はありません。ただしコメント書きしていただきたいのは今回の動画について新しい学びとか新しい気づきとか。 未来にに向けけててててやっっみたたたくなったこととついいい、えー、コメント書きをしていただければと思います。必ずチェックしますので、えーまあ、たくさん今メッセージ頂い,いてるのであの全部返信ができるかどうかは分かりませんけど必ずチェックしますので是非コミュニケーション双方向のその講座であるということオンラインであるけれども双方向で、えー、こうや,りやり取りしてるという感覚で是非参加していただければと思います是非ですね学びを深めていただければ、えー、嬉しく思います ということで今回は以上です。ワクワク様でした。